皆さんこんにちは、お城インスタグラマーの香織です。今日は熊本城に来ています。まだ立ち入り禁止区域がかなりある熊本城ですが、今日は有料エリア特別公開ルートを歩いていきたいと思います。熊本城の有料エリアにやってきました。こういう風になってるんだ。階段を今南門の券売機のところから階段を上って見学エリアに向かっております。そういう感じ、こういう感じね。暑いな。しかし石垣に草がかなり生えていますね。石垣が崩れてるけど、石垣が櫓を支えてる様子がよく見えます、ね、櫓が、この石垣がさ、すごい櫓を支えているのよ。天守が見えてきた。天守手前の石垣が崩れちゃってるのがもうめちゃめちゃ悲しいけど、正面に天守が見えます。美しいな。熊本城10年ぶりだわ。ここは良い、ここ好きです。あ、 VR の画像でかつての石垣、そしてその上にあった櫓たちが見れますね。こんな感じなんだ。今公開エリアがこう後ろ方向にあるわけなんですけど、今復興の工事をしている側もぜひ見ておいていただきたいなと思います。結構足元が滑りそうな感じで、一歩足下り通路に使えます。攻め込んできた時をここで一網打尽にするっていうところですね。一網打尽というか、あれか、やってきた敵兵をこの暗がり通路で兵を隠しながら迎え撃つというところですね。本当に暗い。修学旅行生たちが来ています。天守が美しいです。ちょっと集合写真を撮ってるみたいなので一旦先に進みましょう。って本当に天守だよね。もうパッと見も天守だし、もうはっきり言って天守だと思うんだよね。天守です。もはやこれは天守です。天守だと思います。こっち側から行ってもいい。ドヤグラ、一回有料エリア入ったら逆走しても、逆走っていうかこう北口と南口とそれぞれから入れるんですけど、中はどんだけいてもいいっていうことだったので、北口に着いたのでもう一回南口まで戻ってみようと思います。絶賛逆走中でございます。わーい、素晴らしい。朝来ると熊本城の正面側から写真が撮れるっていうことですね。でかいですね。いやー、かっこいいよ。わー、清正みたいな。石垣からの、丸瓦からのシャチ、全部加藤です。天守の真裏には神体の その当時のままっていう感じ。震災って怖い。
ドヤグラ、ドヤグラを何回見ても良い。なんか悲しい。これが自然災害っていうことなんですね。しかも北側の出口なんだ。なるほどなるほど。これから長い年月をかけて復興工事をしていかなければいけないんですね。団子なるものを食べたいと思います。なんだろう、秘密の県民賞に出てるらしい。あったかい、もちもち、いきなり団子購入。うん、もちもちしてる。ちょっとしょっぱい、周りがちょっとしょっぱいんだ。おいしい。あ、うん、ちょっとしょっぱいのがおいしい。中にお芋が入ってます。おいしい。芋好きなんだよね、芋、うん、最高です。さすが県民賞に出てるだけはある。うん、次はちくわを食べるぜ。チーズちくわを食べます。チーズありがとうございます。はい、チーズが来た。今度はチーズちくわ、おいしそう。おいしい。うん、チーズちくわ、うん、トロトロ、チーズがトロトロです。あの、チーズちくわって言ってから温め直してくれるの、めっちゃ美味しい。熊本城行った後はこの城西園で食べ歩きで決まりですね。うん、うまい。今回の動画はいかがでしたでしょうか。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。